皆様こんばんは。今週も金曜日の定例配信から始めたいと思います。よろしくお願いいたします。今週も毎週同じ通り、21時過ぎぐらいから、四季の細道新見大会を予定しております。それまではご自愛の放送をお楽しみください。それでは今週もよろしくお願いいたします。Bison win. Round two, fight. Bison win! Round 1, fight! はい、こんばんは。皆さん、こんばんは。ほうやまもとです。本日は2018年、5月25日、プレミアムフライデー、そうですね、2018年5月25日、第76回四季の細道、これで始めたいと思います。何でしたっけ？超小物道でしたっけ？あれあれ違うんですよね。小物道開催記念はないんですね、残念ながら。超ではないですね、ただの小物ですね。そこまで彼らも小物ではないので。なるほど。はい、小物はいても。小物道って、はい、6月の頭でしたっけ？そうですね。じゃあ来週、日曜日。じゃあ来週の V3 の後ですね。来週の細道を、じゃあ、はい、小物道前夜祭的な。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ今日は普通のプレミアムフライデーで。はい、そうですね。1試合目、まずエクスパーさんと、セロデブさんの試合ですね。1P 側がエクスパーさん、2P 側が、セロデブさんということで、もうスタンバっておりますが、すいません、じゃあ申し訳ないです。まず1試合目から始めたいと思います。ただよろしくお願いします。はい、1試合目、1P、エクスパーさん、リュウ、2P、セロデブさん、ザンギフ。いきなりメインキャラ同士のぶつかり合いですね。11人本日、大会参加11人ということで、画面端には行ったが抜ける竜巻とダブラリが抜け合う。おっとシンク噛み合わない、全く噛み合っていない。セロテープザンギエフの動きは全く噛み合ってない。まだエンジンがかかっていないのか、今日はどうなんだ。1本目はエクスパーさん龍、しかしエクスパーさんも独特の動きをされますからね、ちょっと予想が立てられないというか。お、画面端で安全傘がスクリュー、お、何もしない。ダブラリー、まさかリバサ竜巻は予想外でしたね。リバサじゃなかったですが、シンク惜しみなく使っていくスタイル。あまり近くに寄れないが、うまいこと波動をかいくぐった、失礼しました。はい、お空中でおジャック足からスクリュー、しかしまだ画面端には行っていない。おっと、デューガーが画面端来てしまった。半跳び失敗だがうまいことカバーできた。セロテスさん勝利でお2試合目、ハクさん残念ながら本田です。残念な本田なのか。ハクさんは本田、ザンギの天敵と言われる本田、刺さる突きが刺さるうまい、外足が刺さるうまい、ツイート、あーガードしてしまった、割れる、レバーが良くない、レバーが良くない、なるほど、レバーは動けばいいと掴んだ、ガードしてしまう、多分ガードしたらその後頭突きで割り込めばいい気がするんですけどね。セロデプさん勝利で、続いてほぼ山本僕ですね。はい、すいません。これ入ってんですかね、マイクこれ入ってんですね、入ってんですね、あ、オンエア入っちゃってですね。こんばんは、きなこんぐ太郎です。なぜか今日は式に来ております。で、もう試合が始まっちゃってる。テープさんが壁際に追い詰めてスクリュー、これはもうハメだハメっつってるけど、あー、掴んだいつの間にかほぼ山本さん、準備死亡、1ラウンド目セロテープさん。冒険から冒険打ってく、足払いで近寄らせない、ラブラリぐるぐるで、おっと壁際に寄って掴んだ死んだか、あ、知らない、まだ死んでいない、準備粘る準備ザンギなんとか、おっと死んだ、あー捕まれた強いセロテープさん3連勝、完全にはめられましたねほぼ山本、あ、死亡ですね。続いてモツさん、いやーやられました。両方使います。こっちだけ店内入ってますね。買いますか。いや大丈夫ですよ。大丈夫です、まあ、一応オンエア両方載ってるんでリアルタイムでいい。そういうことなんですね。はい、4試合目モツさんブランカ、これもザンギは厳しい組み合わせか。しかし画面際に寄せて、おっと緑のセロテープ安全重ねからスクリューいく、ブランカ何もできないきつい、殺しにかかっていく、まあ、逃げられたらおしまいですからね。逃げられたらおしまいちょっとザンギの機動力でブランカーを捕まえるのがだいぶ多分厳しいと思うんですよ、ね、いや今日セロテープさん来てますねこれまあ1試合目からガチですからねもう容赦ない、このスクリューではめていくスタイル、スクリューはめやべえ、ブランカー死んだ、死んじゃった、このゲーセンはめばっかセロテープ勝利続いてあれキコさん、あれじゃないですか、なんか車なんかあれじゃないですか、駐車場聞いちゃったんじゃないですか。来てるんで破天荒さん来てました。なるほど。これで5試合目、今完全にハルキングさんを見て後回しと、本田なので後回しと鋭い判断を下しましたからね、テロテープさん。で続いて破天荒さん龍、破天荒さんの龍もあれ今日から違いますね。いつもあれじゃないですか、いつも一番最初はこの何でしたっけ、ショーパンチカラーで、で2回目出るときはダッシュカラー。おっとここからスクリューが決まる。やはり最後ははめ、やはり最後ははめ返すしかないですね。やっぱりはめられてたらはめられたらはめ返す、僕もそう思うんですけどね。さあ2ラウンド目はラブラリで足払いも見ている。じわじわ、おっと波動拳で本気で食らっている。やっぱファイヤー波動ね、ダウンついてくるからだいぶあっちゃいましたね。あー、捕まれた。これは厳しい、死んだか。あっと行かなかった。さあ溜まったぞ龍は。あっ、シックではなく、青昇龍拳、昇龍ナイス選択。ちょっと打点高かったからちょっと危なかったですけど、ね、いいと思いますよ。いいところです。昇龍はあれ投げに行ってたらダメでしたけど、ね、これで11からのさあザンギはなんとか近づきたい。あっとこれであっ飛ぶ大足中腰、果敢にもザンギー中腰、置き攻めで中腰、たまったぞ。シック波動拳を使う。これはちょっとザンギ厳しくなってきた。間合いを開ける波動連打厳しくなってきた。さあどうする、大足払い、大足払いシット。破天荒さん勝利。次が次はうねさんかな。うねさん、うねさん、うねさん。さあ破天荒バーサスうね、破天荒さん対うねガイル、うねさん、龍ガイルですね。伝統の一戦、伝統の一戦はい、皆さん五分って言ってますが、実際どうなんですか、五分なんですかこれ。これね、微妙すぎてわかんないっすよ。なんか龍有利な気はするんですけど、そうでもないんですか。ああ、だからその状況にもよるんじゃないですかねってところですよね。さあ昇龍拳からこうめくって竜巻で、あとダブル様出た。殿下のほどダブル様、お釣りは安い。しかしダブ様も全部入らなかった。おっとこれは昇龍拳、最後は昇龍拳、昇龍拳出るぞと、できる昇龍拳、やはり最後は昇龍拳。さあ2ラウンド目はあれですね、これ多分序盤はガイルの方が若干有利なんじゃないかなって思うんですよ。ああ裏拳前もいい前にいるし、真空もないし。ああそうかそうか、そのゲージがたまったことにより、多分真空の圧がやっぱりガイラは厳しい。あ、天皇さんどんどん真空使ってきますね。まあ惜しみなく使っていく、惜しみなく使っていく。まあまあ1ラウンド取ってますからね。さあ今回はウネガエルが押している。そうですね、時間もだいぶ終盤に入ってきた。ああ最後サマー、最後は飛び様。さっきと全く逆のあれですね、逆のパターンですよね、パティーンですよね。昇龍拳めくりからの、おっと投げ返す。さあ足払いで画面端さばくのがうまい、ゆねがる。さあサマーがヒットしてめくりからの、ここはガード。さあお互い玉の打ち合いで波動を見てからソニックを出している。これにより真空うっかりもらうことがない。おお空中投げ、しかし受け身を取っていた。さあ時間がない、時間がない。どうする、おっと投げて、真空削り、さよなら、破天荒流勝利、削り勝ち。続いて、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、そうか、クレジット入れないとダメなんですね。ホンダかホンダかってね。はい、続いてハルキングさん、ホンダですね。ホンダ使いの方ですね。もうね、あれですね、竜ホンダは圧倒的竜だっていう話なんですが、いやー、でもホンダは一回この画面端に寄せてからのこの張り手でこうしてくると、もうがぜんもう攻撃力ですよね、やっぱり近距離になった時の。スカヘアロボットでももうホンダのソルション身をもって思い知らされてるんで、なるほどですね、いいことです。はい、こっちも逆に恐ろしさをね、やっぱり、ああ、今のは台足がかくってしまった、抜けるとそうなってしまうんですよね。さあ2ラウンド目、このキャンカンからのつながってないが、さあ壁際はきついけども、ああ、ここから昇竜リバサーファイヤーでなんとかゲージをためたい竜。さあどう出る、たまった、天皇さんここで使う、しかし削りきらない、今回は我慢した。さあどうする、あー、頭突きが刺さる、波動の構えに頭突きが刺さった、素晴らしい。リバーサ昇竜で、はい、波動で離していく、まあ竜としては波動で離したいですからね、とりあえず距離は置いておきたいですね。さあゲージはたまった、ここで使った、しかし避けられる、あーっと昇竜拳出た、昇竜拳、破天荒竜勝利。続いてニアさん、ホンダ2連チャン、ホンダがまた続く、まさかのホンダかホンダかみたいな、竜ホンダ2戦目大丈夫か、おっと大いちょう、あー、ピヨったー、これはきつい、お、後ろから竜巻なんだ今の、まだ諦めていない破天荒さん、ここでゲージが欲しいところ、木が最後張り手だった移動するから意外に嫌ですよね、踏み込まれるのきついですね、出しながら突っ込んでこられると、ファイヤーでダウン、足払い若干で抜ける、お、昇竜拳で落とす、足払いで落とす、さあ、ホンダきついぞ、さあどうする、あー、フルヒット、近距離鬼無双フルヒット、あー、なんか一気に形勢逆転、そしてまさかの大逆転、大逆転、すごい、ニアホンダ勝利、最近、最後の、最近あの方よくホンダ使ってるんですよね。あ、そうなんですか、僕は初めて見ましたね。ああ、いや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 、メインキャラですよ。お、そして川島さん、ダルシムじゃなくて龍入ったのは川島龍、おっと大昇龍が竜巻で返す、おお、置き攻め、本当に置き攻めで飛んでいった、おお、パンで落として川島さん反応早いんですよ。でも見てからニョロニョロシリーズ結構出るんです。見てからニョロニョロシリーズあー死んだ。しかし頭突きに乗ってしまった。大パンあー大キックだっつって大パンはダメだ。大キックで飛び大キックで落とせと新谷さんからアドバイス。壁に寄せられるとつらいな龍は。騙されてる飛ばなければいい気がするんですけど。ああああ飛んだら鈴木飛ばないと投げと。はい、新谷本田勝利で続いてきなこんぶ太郎さんクレジットはありますね。まだ一応入れてますか。まあいいんじゃない。お、出てきましたねバルログ。ついに使うはバルログ。さあこのゲームの全てが詰まっていると言っても過言ではない。え、そうなんですか。もうバルログ駒投げないですけど。いやありますよスパコンがああなるほどスパコンが駒投げまさかのねため技あり。さあと言ってるうちに駒の技ないですよ。えありますありますありますか。スパコンがこんな感じのぐるぐるっとしたコマンド。なるほどなるほどですね。さあはめられている。ビヨンってしまった。上りに当たって100巻上りで当たると厳しいですからね。さあ新谷本田勝利続いてローズさんロード。S剣がいいんじゃないですかね。 S剣好きそうですからね新谷さん。しかし選んだのは X サガ X サガ。お X サガットかなりテクニカルな動きをしないといけないですよね。 X サガットはそうですね。なんか見たことあるんですけどうなりさんかな。ああうなりさんそうですねあんまりいないので。なるほどジャンプ中切ってですかね最後は。あれそうですね。さあピヨっている。まさかの2発でピヨる。相打ちだったので距離があったのでタイが一発で済みましたが。さあ距離が離れない。アパが出る。おっおっと大二武と後ろから。さあ難しいぞ。ジェノサイドがあるため確実も出せないがジェノサイドまさかの近づきすぎ。でも技の判定がよくわかんないですね。当たるのか当たんないのか。おっとこれネタ殺しだ。おっと当たらない。割らない。釣りが入っていない。釣りなし。一気に清算しました。釣りなしで百列削り。皆さん勝利で続いてケンさんですね。ケンさんはさっきリュウガエルって言ってました。あれケンさんでもリュウベガですね。あベガです。1周目はリュウでもバイソン使える気がするんですけど。そうですね昔はかなりバイソンモリモリでしたがまあリュウもベガも使ってたんでなかなか見ないバイソン使ってる姿ですね。さあさあ九死に一生が鎖骨は立ちぐらいだったが内足までつながってないがダウンまで持ってった、あのぐらい体力下がるともうなんか様子見とかしないで勢いで持ってきたくなりますが立ちぐらいは危険ですからね。行くと相手の方が先を動いてますからね。そうですねなぜか内足まで入ってましたがそうですね多分前レバーレッパーな感じですかね。林対空若干で抜ける、2回連続、そして着地を追い長昇龍で割っていく。第5数最大狙いにいったが第5数当たらず。ちょっと待って、追い長からさあ目まぐるしく左右が入れ替わったと真空で一息。前飛びとったが平井大一郎長州飛びははいあれこれ最後じゃない2周目ですね。2周目エクスパーさんニアホンダ対エクスパー龍。お100巻をバックジャンプ台形で落とした。龍ホンダ多いですね今日は。そうですね、ホンダか龍かしかいないようなイメージですよね。たまにザンギエフなんかがポロッとねポロリしてますよね。シンク画面端は龍だが合わせるのか。おっと大一郎最後は大一郎逃がしてもらえない。三月が刺さる勝利権竜巻で飛び越して距離を取るがガンガン詰められている。本当の圧力がすごいのでと言ってるうちに、ニアホンダ勝利で続いてハクさん、ベガ頭突きが入って壁から出たい。この組み合わせちょっと分かんないですね。頭突き最後が前で落ちた。細かくやってるとホンダ側を崩すのが難しいので、できれば転ばしてめくりとかで一発で持っていきたい感じですね。なるほど、はい、地道に差し合ってるとやっぱりどうしても無敵技があって百列があるホンダの方に分があるので、で上から来た時にも落としづらい。そうですよね、なので側としてはかなり厳しいですね。転ばせるかもしくは、転ばせるのもちょっと難しいので、こういう時ですね。はいはいはい、ただこれがちゃんと振り向き頭突きが出たり100巻で逃げられたりしてしまうので置き攻めもしにくいですね。確かにそう言われてるんですね。逃げる手段が結構豊富なので。おっとゲージはあるが、で頭突きにもしバックジャンプが合わせられるとそこからコンボで一気に持っていけるんですが、さあたまらずパナしたがナイトメアに100巻ですね。さあたまらず遠距離から打ってみましたが100巻合わせられて勝ったのはニーヤーホンダ。さあほぼ山本さんのチュンリー。さあ気候圏いい感じで垂直で落として画面端ですが100列重ねにいってバックジャンプ。さあ投げが入る。先行したのはほぼ山本チュンリー。投げている。さあ100巻ピオらずにしのいだが高めガードしてチョップ100列止めずにホンダが1本取り返す。がりきこう、下がりきこう、クラゲをいっぱい打って画面端差し返し。さあなぜか地味な地上戦をやっている。さあクラゲ逃げたと思ったが戻される。勝ったのはホイヤモトさん、失礼しました、勝ったのはニーヤーさん。はい、ニアホンダ勝利で、ニアホンダ止まらないですね。今何勝してるんでしょうね。8勝中8勝か。ちょっと2位があんまりにも空きすぎてますねこれ。これはでもブランカホンダどっちなんだ、微妙なところだが、やっぱ各種技が揃ってるのはブランカ側か、あホンダ側か、失礼いたしました。ブランカは言うたところで紙しかないイメージ。確かに鬼無双2発目に何が入るのかすらもわからない。お釣りが入れられるのか鬼無双に対して、それすらもわからない。お電撃、ブランカ側は電気で転ばせて起き上がりに近づくかで、めくり小径で表裏をしつこくやるような、まあ、チュンリー戦も似た感じですね。解除させる感じですよね。ただ噛みつきに行ったところに大イチョウが仕込まれてるとちょっと一気にピンチになるので、おまなげがあるのはやっぱり、おっと噛んだ。さあ噛んでいく、おじいちゃん噛まれている。さあ止めたのはモツブランカだった。モツブランカ止めた。続いてセロテープさん素晴らしい。あれこれさっきもこの組み合わせだった気がする、先ほどもこの組み合わせだった気がする。セロテープザンギエフ対モツブランカ、先ほどの借りは返したいところ。しかしお友野さん、モツブランカですね。モツさん、ごめんなさいすみません。上からスクリューまだあるぞ。バックステからローリング、あまり近づきたくないが、あっと食らってしまった。リバサで何でしたっけ、グランドシーブローリング、この名前を言ったのは20年ぶりぐらい。おっ前足ローリングを刺した。お空中で背中ぐらいみたいな感じ、パイク落としていく。おっと前捨てから髪、おバックステップをフラパワー、しかしスライディングをもらってしまう。モツブランカ勝利。逆です死んだのセロテープさんです。続いてウネガエル、あれウネさんガエルなんですかね。ウネガエルさん、これはちょっと若干ブランカ頑張れるカード、ナイス。サーマーが今思いっきりすかした。おっためが解除されまくってる、思うように動きができない。さあどうする、以上を踏まえての2本目寝返る、どうする。ちょっと煽ってしまいましたね、申し訳ない。あまりブランカ戦はやってないような動きだが、草も当てていく。しかし噛まれる。前捨てからの髪、反抗できなかった。あれは厳しい。モツブランカ勝利で、続いてハルキングさん。ハルキングさんは2キャラ目も当然本田ですと。これはちょっと組み合わせに僕も全く知識がなく解説しづらいんですが、やっぱりいろいろ各種技が揃ってる本田の方が有利な気がする。ブランカはなんとか距離を詰めて噛むしかないような気がするが、ステップでかく乱していく。しかし隙がある。お互いに手は出さない。ですが、お互いそんなにスパコンも前後ろ揺さぶられたが、飛びで脱出できる。隙が刺さる。通常飛びで脱出って、なんかちょっと新鮮な動きです。爆裂を決定していく。抜けれる技がブランカには多分ないのか。上げるぐらいしか噛むぐらいしかないような気がする。おっと大いちょうが入っていた。あー、削り死んだ。ハルキングさん本田勝利で、続いてハネゴさん。金子さんは龍、本田龍の開幕ハード。やっぱりファイヤーはちょっとあれですね、脱色な感じですよね。昇竜拳落としていく。お、シンクを惜しみなく削っていく。着地に昇竜拳。は何とかして近づきたい形。龍は何としてでも波動拳で遠くに飛ばしたい。おっ、波動飛ばれてしまう。大いちょうから距離がまた開いてしまった。おっ、下りに当たる。めくりからの投げが決まった。8.5 流勝利。続いてカーシムさん。カーシムさんはおっとザンギー。お、タッチスクリュー。この戦いは間合い取りが難しい。ザンギとしては波動が出てから見える間合いで戦いたいところだ。龍としては飛ばれなければバンバン打っていきたいところ。しかし飛ばなくてもザンギはダブラリで超えれる。技の相性がいいですね。お、安全重ねがショールで切られた。安全ではなかった。人で回っているだけ。しかしそれがかなり理由としてはきつい。8台キック、やはりあれですね、軒並み残虐機会を差し置いてのダブラリ全一ですからね、川島さん。川島、ダブラリ全一なんですね、っていう話を誰か言ってましたけど、ダブラリ全一はなんですかね、ダブラリの失敗がないという全一なんですかね。多分そうなんじゃないですかね。他に何か全一要素ありますか。ありますね。リバサダブラリ全一とか、ああなるほどなるほど。波動を見てからダブラリ全一とか、いろんな全一いますね。ダブラリもいろいろあるので、しゃがみ対空ダブラリ全一とか、はい。うまいなさあ真空読みのダブラリだったが単純には出さなかった。さあイゴはミドル。持ち込んでいく。カーシム・ザンディエフ勝利でキナコング太郎さん。はい、続いてキナコング太郎さん、バルログですね。おっと、スヨトエフさんがセコンドについた。でやはりザンギとしてはね、バルログ大好きですからね。おっとダブラリー奪い投げを警戒して、あれはタイミング要件ではつながりますね、膝からダブラリーは。あ、なるほど、はい、ツイートになる。そうですね、通常技挟むよりもつながりやすいんで、これがベストな選択だと思います。剣みたいですね。あ、そうですね、近いものがあります。ダブラリーも発生かなり早いので、こういう感性出るの早いですね。はい、で P でも K でもそうですね。これは知らなかったですね。ベガ戦とかで使ったりすることがあります。ああ、そっか、最高でもダブルでもいや、てか、いや、普通にツーヒットにしたいので。ああ、単純に上から。はい。さあ、ね、ローに暴れていたのか。汗か食らっている。そして、カーシム・ザンギエフ勝利で、続いてロードさん、ロードさん出番ですよ。エクスパーさんがここで帰宅されましたので、はい、ローズさん、S 座が、さあ、アイガーが、アイガーあれば、エクス合計いきますね。このゲームの中でもかなり残念な組み合わせのうちの一つですが、カワシム頑張っている。上下タイガーがダブラリでキックダブラリで抜けられるので、これはちょっとダブラリ全一の精度が試されるところか。あ、これ別に上と下キックとパンチ、あれしなくていいんですよね。2択じゃないんですよ。上は一応 P のが避けやすいですが、どっちでも、まあ、K でも一応避けられるので。なるほど、はい、なんかダッシュかターボかでどっちか2択だった気がするんですよね。X 以外は下段は避けられません。ああ、やっぱりはい、X のクイックダブラリー以外は下台が避けられませんという。なるほど、はい、そうですよね。やっぱ2択で、2択っていうか下台が避けられないので、あ、全く避けるすべなし、避けられないんです。飛ぶしかないんです。なるほど、それは知らなかった。でもこの K ラリーは上下避けられるのでお得な感じですよ。そうですね。そう言ってる間に1本目は川島さんが選手している。ああ、全一が回る全一が回る。さあビーム対回転、しかしタイガーが刺さる。早すぎますからね、かなりの速さですね。しかも実は落ち着いて考えると、避けたところで別にサガットガンダメージがあるわけではないという。そうなんです。ガードしないで済んだというだけなんですよね。さあ近づけた。ったのか。村木が今スクリュー入っていればってところでしたね。サガットが立ち上がる、無情にもああいう直径ではなかった。続いてノードエスサが勝利。続いてケンさん。ちょっと何度かスクリュー入れとけば的なねところがありましたが、はい、ケンさんが最後のプレイヤーかな、1周目最後のプレイヤー選んだのはベガ。さあ E が寄っている。ベガ勝利。ベガ勝利で、はい、2周目ニアさん最後でしたね。ガイル選んだのガイル。さあダメージ、あっと抜ける。首から投げ、おっと上り中キック。投げていくサマ投げる。これはお互いにめくりが見えない対決なのかな。いやベガは正ガードあんのもしかして。さあ2本目ガイル取り返す。さあ最後の3本目はでないが空中パンチを食らっている。オーバーヘッド気味にサマーが入る。アッパータイク投げる。裏回りから中足2発あれは多分表ガード裏落ち的なやつですよね。最後のベガのわかんない。なるほど。ガードはしてましたがわからない。ケンさん勝利で、続いてハクさん。キャラ、2キャラのうち好きな方で、エントリーした2キャラのうちどちらか好きな方で。ベガベガ嫌だ。というところで選んだハクさんが選んだのはホンダ。おっとジャンプ中パン、ジャンプ中パン当てるのうまいですねケンさん。当たりやすいのかうまいのかが分かんないですが、ホンダがでかいから当たりやすい、そういうことなんですか。そんなことない。なるほど。やっぱじゃあ当てるのがうまいんです。さっきから空中でよく拾ってるのを見ますからね。ああなるほどなるほど。ベガの方が早く飛べるから。なるほど。下からでも結構ね上りで出すと二フレで浮く男ですからね。後ろから裏から投げる、これうまいですね。さっきから裏着地投げが最後が刺さった。はい、ケンさん勝利で、続いてあれっていない。テンションが入る。おっと投げ返される。なんで僕はプレイしながら喋っているのか。おっ拾われてしまう。山本さんのチュンリーが健さんを止められるのかといったところ。重ねが甘くて投げ返される。正面からさあ地上と空中からの必要な攻め。固め投げて健さんの勝ち。はい、続いてセロテープさん。セロテープさんの談義はメガセンが大好物だ。全く近づけない。あ、ダブル A 引っかかった。上からスクリュー入った。まさかの一発から全部持っていけた。でしたね。さあここからどうする。先ほどもここからダブラリが1回引っかかって逆転できたような感じの体力差。しかし谷で全く近づけない。おっ飛びが入る。飛びからスピンが入る。ナイトメア。おっダブラリで落とす。おっと最後の最後にしてスクリュー失敗した。失敗なのかわざとなのかわからないが、またしても溶かすところから始まるという無情なゲーム。おっ裏パワーで走っていく。しかし距離を詰めれなかった。ダブル2が突き刺さる。最後は中足。うねさん今日はテニプリ的なムネさんがガイル。さあケンさんがそう言ってる間に2位に浮上してきた。5連勝。最後に乗ってしまう。やはりベガ戦ちょっと手があるのか。後ろからこの飛び越しがよくわからない。最後ヘッドプレス。さあ、ケンさん勝利で続いてあれモツさんまだいます。モツさんもう一度お願いします。はい、ケンさん勝利で続いてモツさんクレジットはあります。モツさんは選ぶのはブランカがブランカ。当然ブランカを選ぶ。さあ、ケンさんが6勝。お、ダイレクトでガンでいく。ダイレクトでガンでいく。髪が冴えている。まさに神がかっている。ベースがないベガはあれですね、髪から逃げる術があまりないのか。そうですね、投げ返しぐらいですけれども、それも結構きつい感じで、ジャンプも間に合わないですよね。間に合わないですね。まあ、歩いての噛みつきだったら間に合う場合もありますけれども、ただ噛みつきの失敗と出る技が立ち台パンチなので、浮いたところに落とされるみたいな。さあ、この上からの小径を落とす術が使って逃げたがゼロドット。さあどうする、投げる、ガードさせて投げ。今のももしかするとバーチカルで無理やり相打ち取れたような気もしますが、まあケンさんの気合がついた感じ。さあ落として投げる。正面の膝は多分ローリングバーチカル潰せる気がするんですが、さあお手玉入れて投げて噛み返す。さあ大パンチをチラシステップから3連噛み、おつさんが止めてくれました。勝利で、すみません、これ連勝止めただけなので申し訳ない。ここまでです。ありがとうございます。で、連勝数銀屋さんの本田が8連勝、1位ですね。続いて2位が健さんのベガ6連勝。この2人で決勝となりますが、本田ベガ、これは厳しいか。はい、じゃあいつも通り、決勝戦は3先で、クレジットが多分足りないですね。はい、新谷さんの本田が8連勝1位、2P がですね。で、ケンさんの、ベガが6連勝で2位です。はい、じゃあクレジットがあり次第本日の決勝戦、はい、開始お願いします。本田対ベガ。さあ俺はキャラ差ありますよね、やっぱり。そうですね、極端ではないですけど、やっぱり本田が有利なんじゃないでしょうか。そうですよね、いろいろ揃ってますからね、本田は。ないのは機動力ぐらいのもん。その機動力はまあこのスーパー知識と、そうですね、100巻と。これですね、楽しようと思って遠くから打った筒にちゃんと反応してバックジャンプが出て合わせると、最後止まったところにきちんとコンボが入る。あれ、あそこで終わりじゃないですよね、まだその先ありますよね。まあダブルキーが最後で締めて転ばして、そこから巡りに行ってみたいな。そうですよね。ただこのように端へ追い詰められると逆にベガ側も進めちゃう、取り的技がない。本田側は逆に言うとコンボだけは食らわないの、立ち回りさえしていれば割と逃げる分には楽なんですが、どちらも結局リードを許してしまうとやっぱりちょっと難しい。ためキャラ同士でやっぱりリードされて相手が待ってるところに攻めるのが厳しいですね。おっと、残りにわってピョンとしまう。1本目は新谷本田。予想通りというか先行していくのは本田。さあなんとしてもケンさんのベガを追いかける形で頑張っていただきたい。おっと、逆に出ている。最後から逆にマルチが出ている。がっちり待っていると、まあ、上から1点も落とされる。カニはガードされてもダメージが取れるわけでもない。でダブル2やサイコもガードされた後の具合が良くないといった感じで、結構攻め手に勝つんですね。なるほど。はい、ベガとしてはかなり厳しいから。で、まあ逆にリードしてしまうと度は本田がためを解除して近づいたりしなきゃいけなくなるので、さあ今ベガがリードしてますが、やっぱりためから投手なのでリードされるとためを解除して相手に突っ込んでいかなきゃいけない。そうなると結構そうですね。はい、今度はベガリードの展開ですね。しかしかといって本田はこの張り手があるのでためがなくてもっていうところもありますよね。あと大一丁最後に負けたりするので、はいはい、あ、そうなんですね。はい、さあ壁、さあ2勝目も本田、はい、3本目ここで終わってしまうのか、ケンさんが巻き返すのか、頑張っていただきたいところ。経験の差が出てるかといった感じもありますね。そうですね。なんかもそうなんですけど、本田を正面から攻めるのはきついので、ああやって垂直とか突き破裂が落ちる技で持ち足で待つみたいな感じにしないと。さあ、おっと、中になってしまった。地上嫌いだとあそこからコンボで一発で終わるパターンもあるんですが、はい、よりまで持っていけるんですね。そうですね、可能性はある。しかしこの壁端がきつい。いや、今度はリーチの状態で逃げられない。さあ相手もだいぶ削りますからね。投げてる。さあここワンチャンあるか。最後はスパコンで、いや本田が3連勝、おめでとうございます。おめでとうございます。なんか一言あればお願いします。いや、キャラが勝ってるので、まあすいません本当ですか。結構やってる感じはしましたけどね。結構やってる方ですね。ですよね、はい、いやーそうか、ケンさんが逆に本田戦あんまりやってない感じかもしれないですよね。ですよねいや、じゃあちょっとのじ合いでね、頑張っていただきたいと思います。すいません、本日はありがとうございました。おめでとうございます。宮さんはあれですね、はい、一時期はい、同じ青いベガの人とかにね、ちょっと付け回されたりして。あ、そうなんですかね。結構苦しい思いをしてた時期があるみたいですよ苦しい思いを、はい、勝ち越してしまうとお家に帰ることが許されないみたいな。なるほど、まあ、君勝ち逃げかいっていうで、負け越してると本気でやってくれないと困るなみたいなどっちしろ帰れないパターンですね。そうなんです。ちゃんとやってくださいみたいな感じで、なんかいい勝負をすると大根役者みたいなこと言われるっていう。なるほど、はい、もう逃げ道がないんです、はい、その状態で日々ベガ戦を研鑽していったという。常に画面端みたいな、はい、はい、ですから、まあ、ベガ戦はさすがに、しかもタイプ的にもあれですね、ケンさんと割と似てるというか、ぐいぐい来るタイプなので、それをこういなすような、なるほど、ゆうべがさんもやっぱり自分から、あ、ゆうべがさんって言っちゃった、やっぱり、割と自分から動いて、行って仕留めたい感じのところがあるので。最近でもあまり見かけないですよ。お見かけしてない。そうですね。忙しいんですかね。こちらでは見てない感じですね。最後見たのかける5ぐらいですね。そうですね。他にいらしてるのかどうかちょっとわかんないですけれども、まあの方が辞めることはそうそうないと思うので。生涯現役って言ってましたよね。そうですね。そういえば生涯現役って言ってる人も結構辞めちゃってるんですけど。え、そうなんですか。有言実行ではなく、まあ、帰ってきたりもしてますけど、生涯現役って言って3人でチーム組んだうちの最後の生き残りがゆうべがさん。なるほど、はい、あと2人がいい。あと2人はまあやったりやらなかったり。ジャイジャルさんはしばらくやってなかったけど、ここのとこまた帰ってきたみたいですね。倉橋さんは今日は確か金は池袋でやってるんですよね。あ、そうなんですか。はい、ご存知なかった。皆さんやっぱやってますね、いろいろと。はい、生涯現役大好きみたいですね。さあ、おかげで20年続いてるわけですからね。はい、よもや基盤やブラウン管が滅びるまでやろうとは。この分だとプレイヤーが滅びるよりもちょっと機材の方が早いような気がしますね。なんかここまで想定してないですからね。ですね。あ、ちなみに全然、はい、意識してなかったんですけど、はい、アニバーサリー30周年アニバーサリーの家庭が、はい、あれいつ発売なんですか？海外はもうフライングを手に入れた人がいるっぽいですね。はいはいはい、で国内は全く未定のままアナウンスが延期のまま一切アナウンスがないので、あれあれですよね、プラットフォームが任天堂スイッチとプレステ4と、はい、スチームですね。あってあと海外は確か Xbox One もあったかなような気がします。あれあれですよね、対戦がだからあっちプラットフォームでネット対戦とかできたら。できたらいいんですけどね、はい、どうなんでしょうね、ちょっと厳しそうな気もしますが、はいですか、やっぱりそうですね、PC とプレステぐらいはあるかもしれないけれども、全部っていうのはちょっと厳しいかもしれないですね。技術的には可能だとは思うんですけど、そうですね、やっぱ家庭用ハードを揃えていくっていうのは、やっぱりそうですよね。厳しいかなっていう結構揃えないといけないっていうかなり厳しいですよね。そうですよね。確かに。あれもなんかマーカスさんか何かがなんか触ったような話をツイッターでしてたけど。ニコですね。ニコ。あ、ニコさんでしたっけ？触ったというかなんか知人が遊んだのをみたいな話だったけど、なんかちょっとなんか残念な感じだったって言ってますけど、まああれ発売版じゃなかったと思うので。はいはいはい。まあぼちぼちその海外で買った人とかもしくは輸入とかでも手に入れた人が多分来週ぐらいからぼちぼち情報出てくるかもしれない。僕もだから国内版のアナウンスがいつまでもないようだったらもうね怪しい感じになっちゃうね。したらだったら別にね、いや両方選べるんだったら日本語版買いたいですけど、そうじゃなかったらもう海外版でもいいかな。ああなるほど、動くんであれば。そうか、ダウンロード販売とかだったら購入できますもんね、多分ね。そうですね。そんなこんなんで30周年のね記念エディションまで出ちゃうぐらいすごいですよね。だから10歳とかで始めてた、ね、やった人が今じゃ40とかになっちゃうんですね。そうですね。たまに若い人とかでやってると思いますよね。ああ、俺この人が生まれる前からストツやってるんだなみたいな。そうですよね。はい、そうなっちゃう。そうですね。今日いるメンバーだと越前龍馬さんみたいな人とかいますね。多分20歳の人とかだったら割とね。そう言われてみるとそうですよね。はい。それちょっと負けるわけにいかないのかな。いやいいじゃないですか。負けでも勝ち負けだけが全てじゃない。なるほど。かといってですよ。はい。ね、やっぱりね。あ、でも勝てば楽しいんですよ。それは確かに。負け続けるよりは勝った方が楽しいです。確かに。負け続けるとね、いろいろ懐とかもきつくなってきますからね。そうですね。はい。もう10時半近いから、まあまだお店は1時間ぐらいやってるんですけど。はい、はい、意外とここからやってくる人なんかもいて、今もなんか見たらば、クレジンさんとかがいますね。ありがたいですね。ですね。こんな感じで、じゃあ、まあ、あと1時間少々、はい、ね、の試合配信も続くんですよね。の試合配信はまだ続きますよね。はい、はい、閉店まで続きます。あ、23時まで。なるほど、はい、あと30分弱今日ぐらいですね。特に実況解説とはないんですけど、まあ、はい、いろんなの見て、ああ誰がやってるんだななどと分かっていただけると。あ、友田さんからコメントいただいてます。友田さんが、はい、友田さん本当に今日欠席だったんですね。なんか飲んでるって書いてありますね。なるほど。友田さんはい、欠席ってツイッター出てましたけど、欠席なのかどうなのか。いや、あれは別にあんな分かりにくい嘘はつかない感じで。いや、欠席っていついる時結構ありますけど。あ、そう。見てらっしゃるんだったら思ったんですけど、緑の残儀の人に業務連絡って言ってるんですけど、緑の方他にも何名かいらっしゃるので、そうですね、なんか一番かっこいいザンギエフの人とか。一番偉いザンギーフの人とかそういう言い方していただけると、あ、セロテープさんなんだなって多分みんなに伝わると思うので、カッコカッコって書いてましたけど、あと緑のザンギーって多分一応セロファンさんとかもいるので、はいね、変えましたよね、その方ね。でもこの間の大会確かセロファンで出てたし、ファイボーンは A なので、そうですね、一番良識のあるザンギーフの人とかそういう書き方していただけると、あ、俺だなってサクッとわかるんで、はい、今後そんな感じでお願いしたいです。はい、はい、じゃあそろそろ、そうですね、我々も野試合に興じましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。Round one. はい、お疲れ様です。23時になりますので、配信の方は、今週の配信の方は、この試合で終了にしたいと思います。よろしくお願いいたします。毎度のことながらですけども、また来週も同じ時間で、8時からですね、配信いたしますのでよろしくお願いいたします。まあ、特別何かやるということじゃないですけども、いつも通りミニ大会の式の細道やると思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。配信は終了にしたいと思います。よろしくお願いいたします。また来週もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。失礼いたします。ラウンド1、ファイト。